こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、アプリのウィッシュってやつがあるじゃないですか。私これ使ってね、5年、6年、もっとかな、7年ぐらいになるんですけども、まあこのアプリやめられないんですよ。まあこのね、ウィッシュのブルーの W ってやつですけども、これおそらく中国のアプリなんですよ。もしくは中国のアリババかなんかの通信販売の会社から、まあ、また買いしてる、まあ、中間業者なんだと思いますけども、まあとにかく価格が安いんですよ。安いのと、たまにずっこける商品とかが入ってきて、なかなかユニークなんですよね。で、当たりのものもあれば外れのものもあるんで、商品はいろいろ選んでいかなくてはならないんですけども、まあ、私はおおむねね、まあ買ってもいいかなってものがだいたい7割ぐらいあるんで、今までね、こんな長い付き合いしてるわけなんですけども、今回はですね、シルベスタースタローのロッキーのなんかスカジャンかなんか、こういったジャンパー届いたんですよ。これね、もちろんね、公式じゃないような気がするんですよね。じゃあその商品どんなものなのかちょっとね、広げてみましょうか。今回届いたのがこういう風なね、スカジャンで、サイズが XXL です。普段でしたら XXL が私にぴったりなんですけども、今回はちょっと大きいかなと思います。身長私180センチあるんですけども、190センチぐらいの人ならまあ合うんじゃないかなと思うサイズで、今回ちょっと外れでしたね。でも肝心なのはそこじゃないんですよ。まず材質、結構粗末っていうか紙みたいな素材なんで、何回か洗濯したらもうゴミになると思います。で、一応届いた時に私はね、新しい服っていうのは一回洗濯することにしたんですけども、早速もう、なんかちょっとこうほころび感が出てきたっていうかね、長持ちしないだろうなという手触りでございます。なんか頼りないんですよ。スタローのロッキーみたいなね、力強さがあればいいんですけども、このスカジャンはね、なんか三流品だなって感じがして、まあ、あんまり使えないかなと思います。まあ部屋着ですね。ロッキーって書いてるでしょ。で、バックプリント、スタローンがこういう風なね、いいですね。で、これなんですけども、完全にね、貼り合わせたような跡が見て取れるような気がするんですよ。やっぱこうペカペカです、これが。で、このスカジャンのバリエーションって結構あって、後ろがね、ナイトライダーだったりデロリアンだったりとか、いや本当にやっつけ仕事なんですよ、これ。素人仕事っていうか、いやこれはね、ちょっといただけないですよ。これね、例えばユニクロに買ってあっても誰も買わないですよ、これ。いやこれはひどいですね、素材としては。まあですね、ネタとしてね使えるのと、ちょっとこれを着てあんまり、そうですね、でもあったかいですよ。やっぱこう風は一応ね遮ってくれるし、まあ、そこまでね、めたくそに言うもんではないです。普通に着る分にはいいと思いますけども、これでロッキーファンとか言ったら多分殺されちゃうんで、まあ、こっそり着ればいいんじゃないですかね。で、ポケットもちゃんと両眼ついてますしね、そんな不自由なものではありません。まあなんと言いますか、あれですね、これはお掃除するときとかいいんじゃないですかね。まあちょっとね、普段こう頻繁に着るようにはできてないような気がします。結構ね、だからね、肌触りが悪いっていうか、ボロボロっていうかね、紙みたいな素材ですね。まあ布だと思いますけども、あんまりちょっと頼りないです。ということで、私の主観でございました。皆さん、ウィッシュをこれからもよろしくお願いします。